今回ですね、岩瀬さんにセール告知をやっていただこうと思いまして。もう見ましたよ僕、セール前に。そうなんですけどね、ドレスアイテム中心の紹介にグジはねなってたので。そうです、今回タイミングよくモアセールが始まるということで、ちょっとねやきもきしてたんです。僕もおすすめあったんでね。やきもきしてたんです。出たかったわけですよ、はい。結構カジュアルのアイテムをおすすめしたいものがありまして、ではモアセールの日程なんですけれども、こちらの店舗の方は、7月13日、オープン時間11時からとなっておりまして、で先行しまして、オンラインショップの方ですね、通販の方は、7月12日20時からの開始となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。もう行きますよ。はい、はい、お願いします。ちょっとこの辺ね、はい、ラトーレ 40% になってたりとか、タレトーレも結構対象を広げてますんで、定番っぽいものもセールにかかってるので、もう新規もね入ってきてはいますけど、木口切れるようなやつも、サイズが小さかったり大きかったりということが多いかもしれないですね。あとね、僕ちょっとだけ、僕お店でねすごくセール好評なのこれなんですよ。アペリーコサニー、初めてじゃないですかセールするの。そうです ね、このモデルに限ってかけてるという感じですかね、厚底の方ね。僕やっぱりこの時期なんでね、皆さんセール楽しんでいただきたいなと思ってるんで、やっぱり夏物ね、今の時期から着れそうなアイテム中心にチョイスしてきたんですけど、フェデーリのね、フェデーリの T シャツなんですけど、すでにかかってるものもあるんですけど、新たにこうかかるものがありますんで、フェデーリの定番の、だいたいね富士の春夏セールというか、あまり成果物が対象にならないんですけど、これもあんまりかけた記憶が初めてじゃないですかね、はい、半袖の T シャツは、去年のものとかね、そういうものでかけていくことはあることはあるんですけど、モアセールからかかりますんで、色のバリエーションがまた増えるということですね。これ結構おすすめですというところですね。超高級カットソー、セールでお得に夏用の T シャツとして試していただきたいなと思います。じゃあ続きましてあるんですよ、ショーツ、 GTR のショーツ 40% オフにしてますんで、ぜひ。結構ね定番の形でスリムで大人のためのショーツとしてはすごくおすすめなんで、ちょっとクラシックにね、夏スタイルをするときにいいんじゃないかなと思ってますんで、全部かかってますんで。で続きましてまた夏物ですよ。ちなみにこれ普通に僕狙ってたんでね、夏前から欲しいな思ってたタイプですね。バグッタの半袖シャツですね。そうです、マウイです。なんか持ってませんでしたっけこの形。コットンのポプリンは、はい、持ってますね。リネン100で解禁シャツ、ハワイアンシャツみたいなのができれる、めっちゃこういうのもいいですね。見てたら大きいサイズがまあ、あったんで、結構ゆったり着るものなんで、ちょっと小さいサイズがね結構なくなってたと思いますので、まだあります。はい、ルミノアとか定番性があるようなやつももうセールにかかってるんですね。そうなんですよ、もう100年ブランドですね。本当に伝統的なこうバスクシャツを作るブランドなんですけれども、はい、サンダルもね、そうそう、あとおすすめなのね、一部ね、はい、そうなんですよ、マルデバリ、色とかね素材に限りはありますけど、セールこれから履くのにはちょうど良さそうですね。そうです、これも定番なんですけどね、インソールとソールの色が違う。バルコーネのコーナーにやってきました、ストーンアイランド。すでにねセールかかってるものも多いんですけれども、割引率がねさらに 40% オフになりますんで、だいぶ高級ブランドになってしまいましたけど、ストーンだけに関わらずね、他のブランドもねこの仕入れ行けば行くほど毎回高くなってる印象なので、イタリアも行きましたね、時代ですよね、もう時代がもう、そうですね、ちょっと脳がねついていかないといけないなと思ってます、この値上がりに。他のお店も行かないといけないって聞いてるんですけど、はい、リングもお願いします、はい、このハービスの2階がねグジとかリングとかビレータとか全部揃ってるので、そうなんです、ショッピングモールみたいな、そう、買い回りみたいな、買い回りですよね、あっち見てこっち見てまたこっち戻ってみたいなのがしやすい、はい、グジからだいたい歩いて同じフロアなんで15秒ぐらいですかね。いや、もう15秒経って1分はかかんないですね、はい、絶対。では次、リング大阪店やってまいりました。ここにもねおすすめあるんですよ。この間もねクルーネックご紹介してましたけどね、僕ね個人的にねこのジョンスメドレーのモックネック半袖ですよ、はい、おすすめしたいと思います。なんかクルーとモックって結構使いどころ違うんですかね。使いどころ違います、クルー、モック、あとこのポロ襟になると、モックとポロに関してはこうやってジャケットの上から着やすいですね。やっぱりこの襟汚れとかね、そういうのが防げる、確かに皮脂がね、そうですね、ジャケットは頻繁に洗うの難しいですけど、そうなんですよ、コットンニットとかやとそうです、わりかし洗いやすいので、そんなにピタピタのねフィッティングではないので、いろんな体型の人にね選んでいただきやすいモデルになってますね。スメドレいいですよね。そうなんですよ、これがなるなんてね、一応ご家庭洗濯可能マークもつけてますし、僕はこれも洗ってます自分の家でね、はい、ソフトでね弱いかなと思うんですけど、意外と耐久性あるというところですね。リングといえばのアイテムもう一つあるんですよね、ジャブス。
まあ、別注の、マサッチョ、まあ、プリーツ入りの、ね、マサッチョ非常に人気もあって、で物によってはセットアップでストロッチという形もかかってますんで、一部こう定番の素材の中で一部ジャケットもやっておりますんで、サイズがあれば本当におすすめですね、はい、で奥ね、もう一つ愛してやまないブランドかもしれないですね、バレナベネツィア。バレナのコレクションがね、ここまでこうたくさん見ていただけるお店って少ないんですけども、ほとんどの商品がね、こう洗いをかかってる商品が多くて、こうイタリア独特の雰囲気ですよね。でもね、着るとね、なんか大人っぽくてちゃんとしてるんですよね、まあ、仰々しくないというか、加工は非常に凝ってるんですけど、特に好きなのがダブルのジャケット、これもねセットアップで残ってるものはあったはずです、はい、これ非常におすすめですね、はい、なんかスタッフさん着てる人いましたよね、はい、これもバレナですね。シンプルなデザインが多いんですけど、なんかありそうでないものっていうのがね揃ってて、ね、それリネンなんですね。これリネンなんですよ。ちょっと珍しいですね、そういうリネンにプリント入ってるやつ。そうなんですよ、非常に凝ったプリントが入ってますよね。リングはね、いくつかお店分かれておりまして、場所が、はい、PT のお店にもおすすめございますんで、やっぱり PT、まあ、普段からおすすめなんですけど、セールを機に、サイズがある方はぜひ、試していただきたいのが PT 鳥のデニム。ちょっといっぱいありすぎるんで、まあ、スタッフさんにねお問い合わせいただいてもいいかなと思うんですけど、大体こう定番のモデルが3つほどあるのとか、まあ、ちょっとね変わったものとかもありますんで。水着なんかあるじゃないですか。これかかってるんですよ、超高級ねスイムウェアとして。これでも実際僕ね試着はしてみたことあるんですけど、普通に街で履いても意外とかっこいいやんみたいな、ね、まあ、ヨーロッパではねこうリゾート地とかで、まあ、スイムパンツ兼タウンユースのショーツみたいなスタイル、はい、結構定番ですもんね、はい、そういうことで意外とこうちゃんとした作りになっているスイムウェアなんで、まあ、せっかくなんで柄物をと言いたいところですけど、意外と無地もありますんでね。そうですね、はい、いいですね、はい、でもう一つお店ありますんで、ぜひ、はい、ビリエッタの方に伺いたいと思います。レディースもねセールやってますから、ね、そうなんですよ、はい、ビリエッタやってきました。もうビリエッタはねラグジュアリー感のある商品も多くて、ちょっと僕もね奥さんに買い物するような気分で選びたい。あ、いいですね。そうなんですよ、マルにもね一部、はい、かかってますね。でグジはかけてない、以外デニムもセールにかかってるみたい。あ、この前ねピッティで見てきたんですけど、プランシーもね可愛いんですよ、デザインが、はい、プランシーのねメンズが始まるということでね。あ、なんか、はい、ピッティにもねそういうプロモーションとして出てたんで、ものすごくいい場所でプロモーションしてました、プランシー。このブランド自体を、まあ、一押しというか注目いただきたいなという、まあ、定番のねヘルのこういうのとかはねちょっと奥さんにいいなと思ったりとか、エンメティのこういう可愛らしいレザーもありますし、先ほどご紹介したバグッタ、メンズでもご紹介したバグッタもね、リエンのバグッタも、はい、セールにかかってますんで、リラックスできるようなウェアもありますね。まあ、個人的にはね大好きなブランドであるジョンスメドレーであったりとか、あとマリアさんですね、マリアさんのニットであったりとか、奥さんも大好きなブランドが多いんで、ではグジ、リング、ビリエッタとねショップクルーズしてまいりました。お買い物するような気分でね僕自身も楽しめました、はい、モアセールなんですけれども、お店は7月の13日の11時のオープンからスタートしておりまして、通販の方は7月12日ですね、前日の20時からスタートとなっておりますので、エンジョイモアセール、暑い日が続きますけどね、セールでねちょっと楽しんでいただければと思いましたので、今回はモアセールのお知らせでした。それではねご来店と、オンラインサイトのチェックをよろしくお願いします。それではまた。